いつも通りこの火のついていないフライパンの中にサラダ油、ニンニクを加えて、生姜を加えて、玉ねぎ入れちゃいます。ピーマン、野菜のための塩を少し、ここで火を加えていきます。中火より若干強めの火、今日は一番入手しやすい合い挽きで、でここに塩、ここに水を加えてあげて、先に合い挽きをほぐしてあげる。火が入ったところからほぐしていってあげればいいです。でほぐしながら、こう縦に使ってあげるとほぐれる。そうするとこう分かれてくるので、でまだこんだけ水分が今上がってきてるので、ここは慌てる必要ないです。こういうふうに切ってあげる。で、ある程度ほぐれたら今度はヘラを横にしてあげて、少し押すようにしてあげるともうあとばらけてきますから。少し回してあげて、カレー粉を炒めて香りを出すんではなくて、煮込んでって香りを出してあげるためにまずこのブイヨン、このカレー粉、違う香辛料をお持ちで、ここに足してあげようかなっていう時はここに水と火として入れてあげればいいです。でこの状況ぐらいまで来たら、まずトマトペースト、プレーンヨーグルトを加えてあげることによって穏やかなこう酸味を作っていきます。加えていきます。で今度はこのトマトにヨーグルトに火を入れてあげる程度煮てあげて、濃度はもう好みに合わせていきます。あと最終的な塩をちょっとして、でこれで十分にとろみがついて味わいができたら、ここで火を止めてあげる。でこの青い部分が少しアクセントになっています。チリペッパーを加えてあげて辛さを出してあげて、